はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10時半をちょいと回りました。10月は28日の月曜日でございますね。ですね、日経平均はと言いますとですね、659円高、まあ、なんかしらんけ上がってるんですよ。この後ですね、まあ、政治が混乱するはず、もう石破さんが辞めなければですね、混乱するはずでですね、あの国会開いても大揉めでですね、法案通らなくなると思うんですけど、それは売りだと思うんですけど、なんで買いなんでしょうね。ようわからんって感じですね。153.53円、ドル円、まあ、この円安を生やしてるんですかね。まあ、円安だから株は上がるということかな。まあまあ、究極政治なんか関係ないやんということかもしれません。いや、実はあんまり関係ないんですよ。ものすごい経済政策を打ち出さない限りにおいて、政治って別にそんなに経済に影響しないんですね。金融は影響しますけど。まあ、政府が弱るということはですね、日本銀行は割と好きにできるということなんですね。割と好きにできるということは、もしかしたら利上げあるかもしれないというようなんで、まあ、マイナスなんですけどね。はい。まあ、原油が下がっているというのも材料ですね。あの株高の材料ではあります。68.53 ということですね。で、ドルウォンがですね、という感じですね、これ。こうなってるのか。今、1389.15 と。今日は1393、明け方というか深夜に1393、これはあれか、26日かな、26日の深夜に1393行ってましたね。で、今日は今は1389ということなんで、今日1390をめぐる戦いですけども、もう今10時半でしょ。まあ、この後ですね、まあ、今週は1400を睨む展開になりそうな感じがしますね。さて、昨日の選挙の結果ですね、まあ、自民党はうにゃうにゃってさっき喋ったんですけどですね、公明がね、やっぱしね、32からですね、24になってるんですね。これ小選挙区11立てて4しか上がれなかった。石井なんたらさん、もうですね、こう落ちたわけですね。まあ、だから公明党は党首交代ですね。議席のない人を党首にしとくというわけにいかんでしょう。で、32がね、24に減ったというのもですね、かなりやばい、やばい、公明党的にはやばいですね。で、共産党がですね、10から8になったと。まあ、小選挙区一つ上がったんですね。すごいやんというのがあるんですけど、比例がね、7しか取れないと。もう順調に衰退しているということですね。これ要は2桁ない政党なんですよ。あの令和でもね、9取ってる。9 令和より小さい政党になったんですね、共産党って。うわーっていう感じですね。うわーっていう感じ、ね。あとはですね、あれですけど、やっぱりこのね、創価学会と共産党というのは順調に衰退しているということですね。共産党はもうですね、そのうちですね、泡沫政党になってしまうでしょうね。で、創価学会もですね、公明党もう今24なんとか維持しましたけども、次やったらですね、20切るんちゃうかなという感じですね。でですね、これもうですね、どう言いますかね、自公がですね、なりますかね、組んで、自公なんで組んでるかっていうと、創価学会の票が欲しいからというのが自民党側のですね、モチベーションなわけですね。で、それがもう今や崩れかかってるんちゃうかなという感じがします。このね、やっぱり公明党も、ね、共産党も言うてみればですね、いわゆるカルト政党なんですよ。カルトに支えられているという政党なんですね。ですね、まあ、衰退した方がですね、より健全だとは思います。共産党は多分このまま順調に
カルト化していってですね、もう多分あと10年ぐらい経ったらですね、社民党と同じようにですね、まあ1議席か2議席ぐらい、2、3議席の政党になるんちゃうかなという気がします。創価学会はね、まだあの2世がいますからですね、衰退のスピードは遅いんですけども、もう新規獲得という、新規にこう信者を獲得するということはもうほぼないと思うんですね。あの、まあ、多少は獲得できるけど抜けていく人の方が多いと思うんでですね、こっちも順調に衰退していくんですけども、衰退のスピードはまだ遅いと思います。だから10年経ってもですね、2桁は確保してるんちゃうかなと。でももう取るに足らないですね、カルト集団、まあ、今でもカルトですけどね、あの無視できるカルト集団になっていくんちゃうかなという気がしますね。それはあの好ましいことであると思います。なぜカルトなんかね、ないに越したことないわけですよ。そこにはまってしまう人間はですね、決して私は幸せとは思わないんでですね、まあ、本人たちは幸せやって言ってるかもしれませんけどね、端から見てて幸せそうに見えませんからね、カルトというのは。はい、でですね、あのあれですね、あの自民だから自公のね、自公の連携というのももしかしたらこの後ですね、大いにこの何て言いますかね、考え直されることになるのかもしれませんね。だって結局自民はこんだけ負けたわけでしょ。で今回公明の周票マシーンがですね、フル稼働したかどうかは知りませんよ。あの公明っていうのは、あの、まあ、創価学会ってあの池田さんがいなくなったというのが、あ、これだとマイナスにしか出ていませんね。なんで、結局もう今公明っていう、公明というか創価学会というのはですね、まあ、シンボルを失ってですね、あのなんて言いますかね、組織力が衰えてるというく断然ざるを得ません。まあそれはいいことですよ。でもそれはそれでな、勝手に衰えてくれたらいいんですけども、自民党は困るわけですよね。周票マシンが ですね、あんまり動かなくなる。各選挙区に3万いるなんて豪語してましたけど、もう実はもう今は1万動かせるのは1万も動くかどうかではないですかね。まあそれでもその1万がですね、あの当落のラインに来る人にとってはですね、必要なんでしょうけども、徐々にやっぱし薄まっていくんちゃいますかね、この存在価値というのが。まあだからいつも言うことですけどね、そんなもん当てにすんなって言うんですよ、自民党の、ね、議員はね。そんな当てにせんとですね、実力で上がっていくべきなんですよ。まあ甘利さん落ちましたけどね、当てにしていないというのをですね、標榜していた。はい、まあ風が吹くとこんなもんでしょう。まあでも望ましい、今回何が望ましいかというとですね、公明とですね、共産がですね、順調に衰退しているという、これは健全化ということに他なりませんから、これは好ましい点だということですね。一応ですね、もうさっきと同じですけど、このこれは今日これを、ヤフーの選挙結果のところのですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。